敵二両がここまでやるとは驚きです。お前らこそ。いやいやいや、二両も三両も我々と互角に戦うとは大事なもんだね。何を偉そうに。さっきまでいなかったじゃないですか。しかも彼女とより戻しやがって。ふぬけ番長が。で、どうするよ開会セレモニー。もうみんな熱海でいいんじゃないですか。一緒に。まあ悪くねえかもな。引き分けも何かの縁。力を合わせて頑張ってみるか。三両町が初めて自らの意思で団結した。おしお前ら、最高のパフォーマンスを披露してやろうぜ。バイバイ。これから練習か。もうあいつに下手なジャンプ見せらんねえからな。だったらなんで今日の勝負受けたんだよ。大会もうすぐなんじゃねえの。もう逃げたくねえんだよ、お前からも自分からも。俺分かったわ。俺は相手が誰だろうと負けたくねえって思ってた。でも違った。俺は相手がお前だから負けたくねえって思ったんだ。大事なもんその辺置いとくなよ。そうだよな。あぶねえ。ナナナ、そのちょっとベッドに横になって。え？いいか。ほら、うつ伏せな。てか、なんだ急に。いや、そのって専属のトレーナーとかいないだろ。だから俺がなってやろうと思って。お前にできんのかい。なんだよ、俺だって佐野の役に立ちてんだよ。ダメか。ダメって言ってもやるんだろ。まあな。俺嬉しいよ。佐野が前の佐野に戻ってくれてって言っても、まあ昔の佐野を知ってるわけじゃねえけどさ。戻ってなんかねえよ。え？俺は前の自分より今の方が好きだ。佐野、今度の大会お前のために飛ぶから。あ、お前意味分かってんのか。分かってるよ。だから俺のために飛んでくれるんだろ、日頃の感謝を込めて。日頃の感謝ってなんだよ。だから、歯磨き粉貸してやったり、洗濯物畳んでやったり、 あとは出席の時その代わりに返事してやったりとか。やっぱ分かってね。え、なんだよ、教えろよ佐野。
僚が初めて自主的に組んだんだって。いいか、はっきりと言っとくぞ。俺に寄るな、触るな、視界に入るな。何照れてんの？照れてるんじゃねえ、切羽詰まってるだけだ。はいはい。ああ、ドキドキしてきた。何か接してんだか。変なこと言ってもいい？ダメ。私ね、この瞬間のためにカメラやってきた気がする。これより大阪学園生徒によるオープニングパフォーマンスを行います。いいか、今日は寮の対決なんぞ一切持ち込むな。大阪学園一丸となって陸上部にエールを送りましょう。最高のパフォーマンスを披露しようぜ。じゃあ行くぞ野郎ども。ベイベーベイベ粋な気持ちだけってことがつくづく思い知らされる。バカ万歳って感じ。佐野、お前ならできる。おう、できる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 。よし、おう、体はちゃんと作ってきたみたいだな。おう、神楽坂に勝って俺んとこまで来いよ。おう、あ、忘れた。何を？お守り。お袋の形見で大会の時はいつも持ってんだよ。どこにあんの？机の引き出し。取ってくる。瑞希、その守りお前が持っててくんないか？今、瑞希って言った？最初からそのつもりだったんだ。あ、
しもし。絶対飛べよ。まだ飛んでねえ。え？さっきからずっとパスだ。自己ベストもパス。何考えてんだよあいつ。カッコつけてるだけじゃない？いやいや、パスは同点だった場合には失敗のトータルで勝敗が決まるから有効ではあるんだよ。そうなの？どうして？お前のためだよ。え？お前に見せるジャンプは誰よりも高くなきゃダメなんだ。俺があいつでもそうする。これでパスをし続けている真田と神楽坂の二人だけだ。この対決は全国でもなかなか見られないよ。あとは佐野が復活してるかどうか。いよいよか。2m21って神楽坂が持つ高校記録だ。次飛べなきゃ失格だ。やってんだよ。
速下がれ。いつもの助走の位置から2速下がれ。あいつがついてる。じゃなくて親父だろ。なんだバレてたか。当然だろ、お前にあんなアドバイスできるわけねえ。けど俺が伝えなかったら佐野は飛べなかったんだから、やっぱり俺のおかげだろ。別にお前が何も言わなくても飛べたい。嘘つけ、2回失敗してオロオロしてたくせに。してねえって。出たし、してんだろんごら。してねえ。私が一番かっこよかった。おおおお、どうしたの。こんなとこ呼び出したりしてた。ついに私に愛の告白ですか。つまり佐野は俺がいなきゃ何もできないってことだな。わあ、ここってなんだよ。素直。もしこれが事実なら大阪学園始まって以来の大事件に発展するかもしれません。大変信じがたい、あってはならない事態です。大阪学園の生徒の中に女性がいます。
何？この余計な人だ。あもう、お前が俺にこと待ってて無理があんだよ。事故。なんだよ、ちびって言うなよ。好きなんでしょ佐野様のこと。正直に答えてくれ。お前は女なのか。あなたにとってこの学園は何だったのかしら。誰が何と言おうとここはお前の母校だ。この番組はドコモグループ、資生堂、伊藤園、小林製薬、ホンダ、B&G の提供でお送りしました。俺はこの学園が大好きです。